朝起きると昨日は見えなかった立山の山頂部が見えていました。まあまあの天気のようですね。テント場から浄土沢にかかる橋を渡ります。鶴木御前に向かう道や大走りに向かう道の分岐に注意しながら一の腰に向かいました。谷を挟んで向かい側に室堂山荘や室堂から一の腰に向かう登山道が見えます。昨年の7月にたどった道です。あの時と比べると残雪の量が格段に少ない。学校登山らしい大人数のパーティーが登ってくるのが見えます。昨年泊まってね、翌日悪天候のために下山した一の腰からが人力旅の本番となります。一の腰から傾斜が急になってね、ガレ場に気をつけて登っていきます。とはいえね、小学校低学年らしい子供たちや、幼児を背負ってる人もまあ登っています。小山の山頂直下でね、荷運びヘリが頂上の社務所にやってきてしばしの足止めでした。一の腰でわずかに見え始めた富士山の頭が随分見えるようになってきます。登りが終わってね、平らになったところに三角点と眺望できる山の案内石があってね、その先が社務所になっていました。社務所の先に鳥居があってね、受付で500円払ってお宮の置かれている山頂に上がります。山頂のお宮では宮司さんが祝詞をあげてお祓いをしてくれるっていう仕組みになってました。しばらく休憩して大南寺山へ向かいます。子供連れとかね、後からやってきた学校登山組はこっちには多分来ないでしょう。大南寺山の山頂には中高年のグループがいて、シャッターをお願いしたり撮ってあげたりしました。立山の周峰は小山ですけれども、実はこの大南寺山の方が標高が高くて立山の最高峰になっています。もう一つの峰である富士の折り立てで道を間違って怖い思いして結局行き詰まっちゃいました。そこにね、小さな遭難碑があったんです。ああ怖い怖い。違う道を行ってもまだおかしい。するとね、さっきのグループがやってきて正しい道を行ってくれたんで、その後を追って正しい登山道に戻れました。富士の折れたてを過ぎると政子岳からね、別山へ穏やかな稜線の道となりました。別山から見る剣岳が見事です。この山に明日私は登れるんでしょうかね。別山から剣御前小屋まで下ったところで昼食。剣沢に降りずに剣山荘に直接向かう道をたどります。
アイゼン必要って標識があったんでちょっと心配だったんですが、4箇所あった設計をストックでしっかり確保しながら気をつけて進み、剣山荘に到着。まあさすがボンの後でね、割と空いてそうです。ここ温水シャワーが設置されててラッキーって感じでしたね。石鹸は使えないけど。